この章には城壁と門徒の再建が書かれています。これは現在までに企てられた中でも最も偉大な建築計画の一つでした。神様はご自分の働きを違う方法で違う人々を使って達成されます。神様はいつでもそのように動かれるのです。エルサレムの城壁の再建の物語は最高に素晴らしい仕方で私たちに与えられています。10個の門は私たちに物語を語ってくれます。この物語は羊の門から始まって羊の門で終わります。エルサレムの城壁にはこの他にも門がそれ以前にはあったかもしれませんが、この時点ではなかったと思います。これら10個の門は福音の物語を語るために選ばれました。それらは神様の救いのご計画を示しています。ネヘミヤ記3章1節、こうして大祭司エリアシブはその兄弟の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった。彼らはそれを性別して扉を取り付けた。彼らはミアの櫓まで性別し、ハナヌエルの櫓にまで及んだ。すべては羊の門から始まりました。これは主イエスがエルサレムに入られた門です。主がこの門を通り抜けてベテスダの池に行かれた時の記録があります。羊の門は生贄のために連れてこられた動物が通る門でした。主はこの門を使われました。羊の門はキリストの十字架を象徴しています。神様とのやり取りを始めるのはここからです。十字架だけが神様とのやり取りを始めることのできる場所なのです。神様は私たちがキリストの元に来て主を救い主として受け入れるまでは何も私たちに要求されません。神様はこのように対してたった一つだけ言われることがあります。それはあなたのために死んだ私の子、あなたはどうするかということです。あなたがその質問に答えるまでは神様はあなたの人生について、そしてあなたの奉仕について何も聞かれることはありません。もしあなたが神様を退けて神様の御子を受け入れたくないなら、神様はあなたに何の要求もされません。神様はあなたの善行もあなたのお金も欲しくはないのです。神様はあなたから何一つ受けたいとは思われません。その代わり神様はあなたに与えるものがあるのです。神様の御子はあなたのために死なれたのです。神様の目の前にその概念を示すのは羊の門です。すべては羊の門から始まります。ネヘミヤ記3章2節、彼の次にエリコの人々が建て、その次にイリムの子ザクルが建てた。エリコは呪いが宣言された町です。ヨシュアは言いました。ヨシュア記6章26節。この町エリコの再建を企てる者は主の前に呪われよ。アハブの時代にこの町を再建した人がいて、彼と彼の息子たちにこの呪いがもたらされました。あなたも私も罪で呪われた世界に住んでいます。キリストの十字架の死だけがあなたの人生と私の人生から罪の裁きを取り除くことができます。エゼキエル書18章4節。罪を犯した者はその者が死ぬ。キリストは十字架のご自分の死の上にその裁きをあなたのために負うことがおできになります。もしあなたが今まで主を信じていなかったのなら、今主を信じることができるのです。ネヘミヤ記3章3節、魚の門はセナアの子らが建てた。彼らは針を置き、扉、勘抜き、横木を取り付けた。さて、魚の門は何を象徴しているのでしょう。聖霊のバプテスマを受けたペンテコステの日に彼らは満たされました。そして彼らは人間を取る良心になったのです。救われていない人には神様が何を話しておられるのか分かるはずがありません。例えば祈りの伝道は今日人々に伝道するのに効果的な方法の一つです。私たちはみんな違う賜物を持っています。福音を広めるのに違う方法があります。でも私たち全てが何とかして魚の門を通る必要があると思うのです。あなたも神様の御言葉を述べ伝えることの一端を担わなければなりません。マタイの福音書4章19節、私についてきなさい。私があなた方を人間を取る良心にしてあげよう。ネヘミヤ記3章5節、その次にテコア人たちが修理したが、その優れた人たちは彼らの主人たちの工事に協力しなかった。優れた人たちは怠け者で仕事の間に倒れました。この人々は神様のために全く証をしていませんでした。私は永遠の神様の御言葉の中に神様がするようにと私を召された仕事はしなかったと報告されるのはまっぴらごめんです。私たちの時代、教会の中に神様が彼らを召されたことを していない大勢の人たちがいます。もしも私たちが今日主の御心の中にいるとしたら、いつかどこかで私たちは神様の御言葉を植えた心に述べ伝えるムーブメントに関わるようにならなければならないのです。神様の御言葉を述べ伝えることは誰も一人ではできません。チームワークでなければならないのです。ネヘミヤ記3章6節、エシャナの門はパセアハの子エホヤダとベソデアの子メシュラムが修理した。彼らは針を置き、扉、勘抜き、横木を取り付けた。エシャナの門はそこに一番最初からある門です。私たちは人々が新しいことに興味を持っている時代に生きています。彼らは最新型の車、最新のファッション、家のための最新のものを持っていなければならないと思っています。絶え間なく何か新しいものを探し求めていることで、私たちは欲求不満になっています。その探求が多くの人々を人生に何の目的もない行き止まりへと導いていくのです。エレミアは私たちは昔からの通り道を求める必要があると言います。私たちはキリストのうちに安らぎを見つけます。人類の心には私たちが生きているこの機械的電子的なボタン一押しの時代よりも偉大なものが必要なのです。私たちは昔からの通り道に戻る必要があります。ネヘミヤ記3章8節、その次に金細工人のハルハヤの子ウジエルが修理し、その次に香料作りの一人ハナヌヤが修理した。こうして彼らはエルサレムを広い城壁のところまで修復した。金細工人は仕事台に座って小さな金のかけらを使って仕事をすることに慣れていました。私たちの時代に神様のために本当の犠牲を払って自分たちにとって困難なことをする人たちがいます。覚えていてください。神様はそのことを心に留めておられます。香料作りとは薬剤師でした。彼らは丸薬を丸める人たちです。私は主の働きの中でつぶやいたりうなったりしなければならない人たちが本当に神様のために何かしているのを見るのが好きです。もしあなたの牧師が良い人で彼が働きすぎているなら、彼は金細工人か丸薬作りの一人のようかもしれません。働きすぎないようにと言ってください。今日神の人が必要とされているのです。ネヘミヤ記3章12節、その次にエルサレムの残りのハンクの長ヨヘシュの子シャルムが自分の娘たちと一緒に修理した。3章13節、谷の門はハヌンとザノア派の住民が修理した。彼らはそれを立て直し、扉、勘抜き、横木を取り付け、フンの門までの城壁1000キュビトを修理した。彼女たちは言いました。私たちもエルサレムの城壁を建てるのを手伝いましょう。男の人たちはやっている。私もやりましょう。13節。谷の門はエルサレムの町を出て谷に降りていく門です。この門は私たちの多くがこの門を通って出ていくようにという召しを受けている門です。私は死の影の谷のことを思います。私たちのすべてはその谷を歩んでいます。その谷はどんどん狭くなり、もしも主が来られないならば、あなたはその門を通って出てしまいます。神様は時々私たちを試みや困難を通して導かれます。それは私たちに教訓を教えるためです。謙遜は内側から出てこなければ、また私たちは神様の御霊に従って謙遜にされなければなりません。
ネヘミヤ記3章14節、フンの門はベテ・ハケレム地区の長、レカブの子、マルキヤが修理した。彼はそれを立て直し、扉勘抜き、横木を取り付けた。この門は町の健康のために重要な門なのですが、あまりこの門について語られることはありません。糞の門は汚物が運び出され、ゴミが出された門でした。第2コリント7章1節、愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。パウロは他のどの話題とも同じようにクリスチャン生活の中のこの問題について取り扱いました。あなたも私も神様の自分の罪を告白する必要があることを認める必要があります。正直な告白こそが自分のゴミを出す方法です。ネヘミヤ記3章15節、泉の門はミツパ地区の長、コルホゼの子、シャルンが修復、修理した。彼はそれを立て直し、屋根をつけ、扉勘抜き、横木を取り付けた。また、王の園のシェラフの池の城壁をダビデの町から下ってくる階段のところまで修理した。私は主が井戸のところで女に、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して渇くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。と言われたときに、この門のことを指していたのだと思います。泉の門は一人一人の信者に神様の御霊が内住しておられるという事実と、信者には御霊の満たしが必要であることを教えています。信者が御霊に満たされるとき、その人はただの井戸ではなく、生ける水の泉であって、他の人々に対する祝福がその人のうちから湧き出てくるのです。私たちのすべてが私たちが生きているこの時代に、他の人たちのための祝福とならなければなりません。ネヘミヤ記3章26節、オフェルの住民で宮に仕えるしもべたちとは、東の方の水の門および突き出ている櫓に面するところまでを修理した。水の門は神様の御言葉を象徴していると思います。エズラは水の門のところに講壇を立てたとき、そこから御言葉を読みました。水の門についてびっくりすることは、この門は修理されなかったということです。神様の御言葉には何の修理も必要ありません。神様の御言葉は完全なのです。私は神様、聖書が神様の御言葉であることを証明する必要がないことを学びました。私のするべきことは御言葉を述べ伝えることであり、証明の部分は神様が取り扱ってくださいます。御言葉を述べ伝える必要があります。御言葉には修理は必要ありません。確かに私の弱々しい修理など必要ないのです。主が私に求められることはただ一つ、御言葉を述べ伝えることだけです。ネヘミヤ記3章28節、馬の門から上の方は祭司たちがそれぞれ自分の家に面するところを修理した。人々は戦争の間だけ馬に乗りました。馬は戦争の象徴でした。馬の門は今日の信者たちの兵士としての奉仕を物語っています。私たちの頭は天の者たちと共にありますが、私たちの足は歩んでいかなければならないのです。この門地上にあります。それだけでなく、戦わなければならない本物の戦い、霊的な戦いがあります。私たちはこの戦いで血肉に対して戦っているのではなく、霊的な力に対して戦っているのです。私たちは神様の全部の武具を身につける必要があります。そして私たちは御霊の剣である神様の御言葉だけが私たちが用いる武器なのです。多くの神様の子供たちが、私たちが生きている今この時に本当の葛藤を経験しているのです。ネヘミヤ記3章29節、その後にイメルの子、サドクが自分の家に面するところを修理した。その後にシェカヌアの子、東の門を守る者、シェマヤが修理した。私たちを期待と興奮で満たす門、東の門です。明らかにこの門は町の東側に位置していました。朝一番に開かれる門でした。私たちは信者として東の門に集まらなくてはなりません。何ならかすかな光が地平線にあるからです。太陽が昇ってくるのはもうそんなに遠くはないことでしょう。でも太陽が昇ってくる前に輝かしい明けの明星が現れるのです。これは私たちが景気と呼ぶ出来事です。ネヘミヤ記3章30節、その後にシェレムヤの子ハナヌヤとサラフの六男ハヌンがその続きの部分を修理した。その後にベレクヤの子メシュラムが自分の部屋に面する部分を修理した。メシュラムが修理したのは自分の住んでいた部屋に面する部分だけだというのは面白いことです。あなたは世界中に証しをすることはできないかもしれません。でもあなたは自分の家族に証しすることができます。自分の家族に神様の御言葉を伝えることができます。救われた家族を持っているのは素晴らしいことです。そして彼らに神様の御言葉を伝えるのはあなたの責任です。するべきことは家族に福音を聞かせることです。その後の決断は彼らと主の間のことです。メシュラムは自分の部屋に面したところだけを修理しました。明らかに神様は彼にそのようにすることだけを期待されました。そして神様はそのことを記録されたのです。ネヘミヤ記3章31節、その後に金細工人の一人、マルキヤは、召集の門の向かい側にある宮に仕えるしもべたちや商人たちの家を角の2階の部屋のところまで修理した。召集の門、ミプカデとは、閲兵または登録という意味です。景挙の時に私たちは主にお会いするために空中に引き上げられます。景挙の後に私たちはキリストの裁きの御座の前に現れます。信者たちだけがキリストの裁きの御座に出されます。この裁きは報酬に関するものだからです。あなたはそれが良いことであっても悪いことであっても何をしたかによって報酬を受けます。そしてパウロはそれに基づいています。でも主は何をするかについて私たちは主のためにするべきであると言われます。主は私たちが皿を洗っていても水を掘っていても構われないのです。そして神様はいつの日にか見通されるのです。神様はあなたがこの地上でどのように生きたかをじっくりとご覧になる時が来ます。それがミプカデの門の姿です。ミプカデはあなたや私にとっていつの日にかやってくる素晴らしい門になりうるのです。その見通しは私たちが自分の人生をもっと注意深く調べるきっかけになるべきなのです。ネヘミヤ記3章32節、角の2階の部屋と羊の門の間は金細工人と商人たちが修理した。10個の門を回って、今私たちは羊の門に帰ってきました。エルサレムの城壁をぐるりと回ってスタート地点に戻ってきたのです。羊の門はキリストの十字架を象徴しています。私たちはキリストの十字架から始めてキリストの十字架で終わります。一番重要なのはキリストの十字架なのです。イザヤ書53章6節、私たちは皆羊のようにさまよい、各々自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべてのトガを彼に負わせた。私たちは羊の門から始め、羊の門から出てきます。永遠を通じて私たちはイエス様があなたの罪と私の罪のために1900年以上前に死んでくださった場所である羊の門の話をすることだろうと私は思っています。